どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあウクレレといえばやっぱりぴったり合うのはハワイアンでございまして、ハワイアンソングガズレレでも数々の名曲をもう今までレッスン動画上げてるんですけど、今回はその中でもやっぱり名曲の一つですね、定番曲の一つケアロハ、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。とはいえですね、もともとコード5個の曲ですから、初心者さんでも簡単にできると思います。ガズレレでハワイアンやる時の特徴としては、歌詞をねひらがな表記してるんですね。これがまたちょっと読みやすいんじゃないかなというふうに思っておるんですけれども、ハワイ語はもともと文字がないって言われておりますので、自由に読みやすいのでいいと思うんで、ぜひ参考にしてください。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でも、簡単に、なるべく簡単に楽しくできるようにしたシンプル簡単バージョンでやります。後半はちょっとリズム、かっこいいアレンジで、あの感じが出るようにやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレ、簡単ですよ。難しいっていうか、さあウクレレ始めましょう。音楽はねやると気持ちがいいんです。やっぱ好きだな、この曲いいなと思った曲を聴くのもいいですけど、自分でやってみる弾き語り、これが最高です。ギターとかピアノもいいですけど、ウクレレこれがいいんですよ。簡単、奥も深いけれども簡単、まずね門は広いっていうかね、そうはとっつきやすい、優しい楽器でございます。はい、で一回ハマったら面白くてどんどん続けられるし、ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレが、弾けて面白くなります。はい、もうちょっとしたらここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスン、ここにジャンプしてもらって、その動画のね内容、数字の1から順番にウクレレ触りながらやってるだけで、あら私弾けちゃったってすぐになりますから、はい、楽しんでやってください。 YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料ですから気軽に音楽始めましょう。さあここにリンクあります。初心者レッスンはここに、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。そこにはハワイアンはもちろんなんですけど、ありとあらゆる音楽、もう700曲以上YouTube でレッスン動画アップしてます。最新 J-POP から夏メロから昭和歌謡曲、まあハワイアンソング、洋楽もいっぱいありますよ。映画、音楽、アニメソングもいろんなものがあります。先ほどのリンクのところの下の方に行くと、検索できたりリストから探せたりするようになってますんで、いろんなお気に入り探してください。さあ、早速始めましょう。ケアロハ。まずは初心者様でも簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単バージョンやってみます。1、2、3、GO!マクポリ前をエクイポアロハヘアラオナオナコウノケアノアヒアヒマムリアオコレオウィマルネイアキカプアナエクイポアロハヘオラオナオナコウノケアノアヒアヒイエーせーのガチャンケアロハガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。はい、歌詞の表記ひらがないかがだったでしょうか。まあ私はですね、カタカナにで書くよりちょっと読みやすいかなって感じがあります。参考にしてみてください。シンプルですよね。1個のこうテーゼを4回繰り返して4番になるという感じでございまして、ゆっくり柔らかなあの優しいハワイの風をこう
思い出させる感じのいいですね。はい。で、動画のテロップ内で一緒に合わせることができたら、今度は自分でノートに書いてですね、それ自分だけでやってみるのをお勧めします。この曲ほんとシンプルですんで、コードはさっきも言ったコード5個だし、なんですけど、やっぱこれハワイ語っつうのがですね、なかなかやっぱ、言い慣れないですからね、はい。一応書いてみました。この2行でね、もう1番なんですよ。2番、3番、4番で。なんで、これは、この、歌詞を書き出す感じですね。コード進行はずっと一緒ですから。はい。まあ、ここ1番、ここ3番。コード進行全く一緒ですね。はい。シンプルに、こういう感じになっております。で、出てくるコードですけど、C と F、D7、Am、G7 のコード5個。このコード5個でございます。これはですね、入門コードなんですよ、全部。で、皆さん、いいタイミング、いい機会だと思いますね。これ覚えていただきたい。これガズレレ必須コードと言ってるんですけど、ウクレレで、音楽楽しく始めようと思った時に、ウクレレにとってものすごく便利で、ものすごく万能みたいなコードがあるんです。夢のコードです。夢のコード。はい。8個あります。はい。そのうちの5個が今日出てきてるこのコードなんですけど、この8個のコードはですね、まず覚えておいた方がいいです、皆さん。はい。で、8個もあるのかと思うじゃないですか。でも1個ずつは超シンプル、簡単。指1本のコードもいっぱいあるんですけど、その覚え方がね、結構やっぱ楽しく覚えないとなかなか覚えられない。以前私が、めちゃくちゃわかりやすく楽しく覚えられる秘訣の動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。で、この8個のコード覚えちゃってください。そしたらこの5個も自動的に覚えちゃいますんでね。おすすめいたします。できればこのコード覚えていただきたいです。ありがとうございます。じゃあですね、どんどんいきます。ここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンの弾き方なんですけどね、やっぱいろいろハワイアンの中でもいろいろプレイヤーによってちょっとね、ニュアンスが違うんですけど、まあガズレレでは2パターンやってみようかなと思います。1番、2番は、レトロビートです。レトロビート。はい。1番、2番はレトロビートっていうリズムで、3番、4番は8ビートのチャってガズレっぽい王道スタイルでやってみようと思います。まずレトロビートっていうのはこんな感じなんですよ。はい。なんかこう、レトロな、ゆったりした。イメージのリズムです。はい。これガズレレオリジナルの呼び方ですけどね。で、8ビートのチャ、後半でやろうのは、これシンプルな8ビートのチャってなんですけど、はい。この2パターンでやります。この2つの弾き方、ここにリンク貼っとくんですけど、このリンク先見てください。このリンク先はですね、ガズレレホームページを1枚でウクレレでできるリズムのいろいろというページで、その中からまず8ビートのチャというリズムとレトロビート。この2つの動画を見てマスターしてください。基本的には8ビートが主体になっています。まずですね、両方のリズム8ビートの基本ができてないと難しいと思いますので、さっきのストリンクの中からまずは8ビートをマスターしてから8ビートのチャットレトロビートやってみましょうということでございます。そしてですね、ここはですね、イントロがあるじゃないですか。イントロのところがこう感想として毎回入ってきます。ここのところの弾き方をちょっと解説してるんですけど、イントロフレーズですね、ここに書いておきました。ここのカタカナ読んでください。すごいです。シンプルです。チャッカ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 。ここ C は、じゃんじゃじゃんじゃじゃん。チャッカ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 っていう感じの、弾き方にしようかなと思います。この前奏のところと間奏のところですね。ちょっとここやってみましょうか。前奏のところを持ってまず D7 から。ワン、ツー、スリー、フォー。ティングが入ってるとなおさらかっこいいんですよ。これカッティングっていうのはこうパッて止める、見てて、右手で今し右手で弾いたでしょ。音止めるとき左手だけで止めるんですよ。はい、こういう感じで D7 G7、 はい、これをムニムニしてるでしょ。これをカッティングと言います、カッティング。カッティングのやり方もちょっとやってみたいな、面白そうだなという方は、さっきのリズムいろいろのところにもカッティングの方法、やり方書いて、動画で解説します。やってみてください。これがかっこいい感じに決まるとでいいんですよ。で、全体的には、跳ねてるリズム、シャッフルですね。例えばこう、チャッカ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 っていうシャッフルのリズムです。あ、普通のリズムってこうですよね。1、2、3、4。シャッフルは、タッタ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 。ちょっとこう、ルンルン気分でこう、体跳ねながらやると、そういう効果が出ると思います。ゆったりとね、リズム速くならない方がこういうのはね、優雅に行きたいやつですから。はい。そんなことを踏まえながらですね、あ、そうだ。最後のアウトロー、ちょっとかっこいいフレーズを入れます。ちょっと聞いててくださいね。最後エンディングですよ。もう一回繰り返します。ダ
しょ。一弦の3、5、6、7、C、D7、G7、3、5、6、7、C。一弦の3、5、6、7。おしゃれ。これぜひ最後、ちょっと入れてみてください。はい。ではですね、いきますよ。ケアロハ。ガゼレビューかっこいいバージョン。やってみる。1、2、3、4。ガゼレレ流かっこいいバージョン。ガゼレレ流ではレトロビートと8ビートのチャという2つのリズムでやってみたんですけど、これいろんなリズムでね、やって、いろいろ YouTube 見てもそのプレイヤーによっていろんなリズムのね、奏で方があって、ご自分の興味がある弾き方で、思う存分こうハワイの気分を味わいながら、あの風を浴びながらね、気持ちよく歌えると、またこれ最高ですよね。コードは簡単ですけど、やっぱあの歌の雰囲気がね、もうほんととろけちゃうような感じの、あのニュアンスがね、やっぱり、大好きでございます。はい。皆さんもぜひ思いっきり気持ちよくやってみてください。ありがとうございます。ガゼレレいろんなことやってます。今月はもうね、沖縄ですよ。もうすぐ沖縄があったりとか、もう長野行ったりとか、まあ、代々木公園の千人ガゼレがあったりとか、ちょっとこの後ご案内、載せたいと思います。お時間ある方はご覧になってください。どんどん皆さん音楽やりましょうね。はい。チャンネル登録もここら辺にありますんで、ぜひともチャンネル登録してください。音楽どんどん楽しんで。ありがとうございました。では、ご案内ご覧ください。どうぞ。まずこっち、ガゼレレ。.com ホームページです。ホームページ見ると大体のこと書いてあるんで、ここでお願いしますね。じゃあ、ささっと最新情報をお伝えしていきます。まずですね、ガズレレ全国駆け巡っております。そのご案内しましょう。はい、こちら見てください。6月16日、沖縄、那覇。6月30日、長野市。7月は奈良行きます。まず6月のここ2つのフォーカスなんですけど、この那覇なんですけど、前日の6月15日は、純駆動書店さん、那覇店。ガズさんのトークショー&サイン会あります。入場無料です。おっかなびっくり。ちょっと見たい方も待ってますよ。はい。もし面白かったら翌日のガズレレ大イベントでみんなでワイワイ歌いましょう。何でも質問答えるし、リズムモントレ時間なんかも受けようと思って、もうとにかくエンターテイメント要素満載ですから、ガズレレイベント面白いです。自分で言っちゃうけれども、ぜひ来てください。ということですね。でですね、そのイベント、まあ、長野市もね、まあ、それ、6月30日あるんですけど、はい。それが終わったら東京でこれです。ドーン千人ガズレレやります。千人ガズレレ。このご案内はですね、まあ、とにかくここに乗っけておきますけど、最新情報としては、集合時間と集合場所決まりました。はい。集合時間11時半ね、公園、代々木公園大ステージ向かって右の、広場に集合です。本番は12時半過ぎです。これ、まあ、さっきのこのリンクのところで見ておいてください。待ってますよ。これは入場無料、参加申請とかも全くいらず、ドーンと来て、わーっと練習して、ドーンと本番ステージっていう夢のようなやつですから、よろしくお願いします。はい、で、これ、大好評発売中、イットミュージックから出てるガズの8曲入り超簡単ソングブック。大ヒット中でございます。本当にありがとうございます。なんで大ヒットしてるかというとね、まあ簡単だからですね。で、簡単にできる方はどんどん自分でコードを書き足していって、カスタムしてくださいね。あれ元ですからね。はい。これもよろしくお願いします。他にもいろいろ本出てます。グッズなんかも先ほどのホームページのところで、ご紹介していますんで、ぜひとも、ホームページをご覧になってください。あとちょっと遅れ気味のこちらのウクレレのクラウドファンディング、今も本当
と最終調整で、いやもう申し訳ないんですけど、もうねテンション高めになっちゃって、このウクレレをクラウドファンディングで皆さんの手にお届けするというプロジェクトが今進んでいます。はい、その辺のこともホームページにご紹介がありますので、ぜひともお願いいたします。はい、ホームページ見るとね、ブログも書いてますよ。いいことばっか書いてますんで、ぜひ見てください。本当にありがとうございます。そういうわけで、ガズレレでウクレレで音楽でどんどん楽しく豊かな人生やりましょう。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。ここに集まって一緒に